皆さんこんにちは。株式会社ドリームベースジュアバックドローンエキスパートアカデミー北海道校の教官内田です。いやー、間もなくですね。というかもう10日切ってしまいました。え、何がですか？え、知らないんですか？はい、こちらです。北海道初コンサドーレ杯北海道ドローンサッカー大会10月16日開催です。すごい。それどこでやるんですか？なんとですね、あの札幌ファクトリーアトリウムで開催しちゃいます。すごい、そんなところで。それがもう10日切っちゃってるんですよ。我々ももう楽しみで毎日練習しまくりですよ。優勝目指します。すごい。どういう機体なんですか？これですか？こちらですね。今回スカイキックというこの機体、5対5で試合していきます。しかもですね、チームももう多数エントリーされてまして、毎日毎日練習励んでますんで、絶対に我々ジュアバックドローンエキスパートアカデミー北海道校教官チーム優勝していきたいと思います。チーム名は教官チームっていうんですね。いや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 、教官チームじゃないですよ。え、あるんですかチーム名？さあ行きますよ。オロパッソユナイテッドです。おお、かっこいい。当たり前じゃないですか。めちゃくちゃみんなで考えましたから、オロパッソユナイテッドは。すごいですね。ユニフォームとかあるんですか？ユニフォームももう作っちゃいましたよ。おお、すごい。それはね、当日まで着ないです。あ、なるほど。がっちり着ていきます、ね、そういうやつですね。はい、絶対に優勝します。で、ちょっと今呼んでますね、あっちで。ちょっとたまにでかいドローンもやっていきたいと思います。さあ、いきますよ。ヒューイゴー。うわっ、はっ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 、着きました。いや、こちらのね、40センチの機体、最近全然もうあっちの大会のスカイキックばっか練習してたんですけど、たまにこっちでゴール決めていきたいと思います。さあ行きます。プロペラ起動します。 OK、 よっしゃ、いくぞ、スタート。見ました、今の2連発。いやー、ナイスゴールですね。完璧でしょ。すごい。あっちで練習してるから、結構やっぱり、ね、入れるっていう、あの指使い、操作、かなり慣れてきてる。なるほど、さすが内田さん。あざます。皆さん、あのドローンサッカーの大会なんですけども、アトリウムでさっきも言いましたけどやりますんで、ぜひ見に来てください。いや、僕も見に行きたいんですけど、今からじゃ間に合わないですかね？間に合います。え、なんと一般のお客様閲覧無料となっております。無料なんで、ぜひぜひ、あのね、他にも体験コーナーとかも用意する予定になってますんで、ぜひ10月16日は皆さんファクトリウム、アトリウムに足を運んでいただければなと思います。皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。